えー、こんにちはお疲れ様です、えー、今回から始まりました、いつか公開というコーナーでございますけども、これはですね、すぐには一般公開の動画にしないんですけども、そのうち公開しようかなと思っているものです。まあ、ですんで、えー、個人が特定されないようにプライバシーに配慮しながら、さまざ、あ、まな方の、ねえー、お言葉を自分なりに咀嚼してですねで、お伝えしていく、そして一般化していくというものでございます。よろしくお願いします。えーっとね、い,ただいたメールをー読みながらそれに 変身する形ではありますけども、原文を読まないことが結構多いんですんで、えー、もしかしたらね、内容分かりにくいかもしれません。ちょっとそこはね、想像力で、えー、私の発言を補完しながら、自分のケースに当てはめながら考えていただければと思います。はいえー、今回ですね、えー、いろんなやりとりをしている方のお考えで、相手の方と自分の考えと、 それがどのようにすり合っていくのか、もしくはどこかではちょっとね、えー、それぞれの道に進まなければいけないのかっていうことです。まあ、これ当然人間関係に起きることだと思います。これはね、どんな人間関係かというと、友人関係でも親子関係でも、それから師弟関係ですよね。師匠と弟子でも起きることなんですよ。<laughs> で、あの弟子ともいえども、自分の意志を持った主,主体的な人間ですから、この部分は師匠にはついていけないよね、みたいなこともあるわけですよ。でも本来、 弟子入りしたってことは、1から10まで100まで、師匠の言う通りにやること、主張りの主をやることがまず前提になってくるんですよね。で、その後で自分がその師匠の教えなり、師匠の考えを体得したんだったら、次は自分なりの方法で、その師匠のね、考えを破っていて、打ち破っていて、さらに大きいものを作って、師匠から離れていく。つまりは師匠の屍を超えていくっていうことができるならそうなんですけども、でも今なんかね、風潮的に個人の自由だとかね、 ええー、だから個性だからいいじゃないかみたいな感じで、師匠の言うこともわかるんだけども、俺はこうやるよねみたいなことが起きてるわけなんですよ。これだったら弟子入れしなくてもいいじゃないかって話なんですけども、まあでも、まあそういうふうなこともね、えー、と受け止めながら、いろいろ考えていきたいなと思うんですよ。で、その中で、あの、弟子の方をね、A さんと呼びますね。で、師匠の方を T さんと呼びますけども、その A さん、うん、あの、T さんが、師匠の T さんが A さんにいろいろと伝わって、 で伝えてててはいいるんでですすけけどもなななかなかねねそれれを受け止めきれてないってところです、ね、まずこれが1点目なんですけどもこれはねあのすぐには変わらないです人はねすぐには変わらないすぐえ変えられる人っていうのはそもそも弟子入りしてないんですよ弟子入りする前にも変わっちゃうんでだからなかなかね遅い人っていうのはまあ結構いらっしゃってあの何回も何回も師匠の教えを耕えてそれでまた指摘を受けてそれを繰り返していって離脱しなかった人がまあ最終的には そうだよねって自分のやる通りにやっても自分の求める結果になってないからここはもうねあの腹を割って師匠の言う通りにやってみるしかないかなっていう風になっていくのが今のスピードだと思うんですよこれが昔ね江戸時代みたいなね寿命の短い時代とか明確な意思を持って親の敵打ちがしたいから剣の道に入りましたって人はもう一瞬不乱に師匠を学ぶわけですよでも今は師匠の言うことを無視しても別に暮らしはねあまり変わらないんでそこまで切迫感を感じて例えばビジネスの関係だったら じゃあ、そっか塾入りましたと。稼ぎたいですって言ってるけども、稼ぎのカリキュラムきついと、いやー、でも久保さん、そこまでできませんよっていう感じで、勝手に辞めていったり、勝手に離れていって、結果、家連が稼げないみたいなことになるわけですよね。まあ、でも少なくとも私の言う通りにやって、収入が上がらないってことはないですよ。うん。で私は収入を上げる方法をたくさんやってきて、それをね、な,なんで出し惜しみするんだってことですよ。弟子には一日も早く稼いでもらった方がいいわけなんで、うん。だから基本的には、私は自分のペースで育てますけども、それにもいますしね、 速さを感じるんだったらちょっとスピード落としましょうかってことはやりますよね。あとはやる気のなくなった人に対して待つってこともします。やる気がまた起きるまで3年でも5年でも10年でも待つつもりで今は10年目をやってるわけですからね。<laughs> なんで毎日放送しますから。ライブ放送毎日してますから。で、このぐらいはっきりと待つ。そしていつでも受け入れるっていう体制を取れるようなビジネス塾っていうのはその速可塾以外にはないぐらい思ってますよね。 で、えっと、A さんから話を聞く限りでは、まあいろんなね、えー、ことをやっていると。まああの、転売の塾入ったりとかね、いろんなあ、コンテンツを買ったりとかしている。で、えー、YouTube に関しては、リレー動画するしか、その気がなくて、まあどれも中途半端な印象ですということなんですけどまさに一点突破してないってところありますよね。一点突破してないのに加えて、広く浅く知ろうとしてるのかもしれませんけども、広く浅く、うやる時期でももうないですから、 何が正解かわかんないけども、徹底的に一個のことを突き詰める。で、それがもしね、もう2年後3年後に身にならなかったら、じゃあ次に行こうかっていうふうにしていかないと、もう時間がないですよ。広く浅くやっているような時間が。そもそも今までなんで広く浅くやってこなかったのかなってことを考えると、もう今広く浅くやる時期ではなくて、新しいものに何か手を伸ばすんじゃなくて、今とりあえず一番できていること、毎日のように少ない時間でも、 できていることをもっと深く濃くやっていくことが大事じゃないかなと思いますのでそういうふうな伝え方を今後していかないといけないですよねでもしそれができないんだったら私の提供できるのは YouTube だけなんですとでしかも私のやっている YouTube の活動と似たようなことをやるんじゃなかったらもうここまではあの対話ができませんと責任を持てませんと、まあ、ですんで、えー、例えばね動画のその ワントゥワン動画動画のメッセージのやり取りが私の即可熟近辺であるですけども、それが好きでやるんだったらそれに対して答えることはできますけども、まあ返信のペースがそんなに早くなるかどうかわかりませんよということぐらいで、だんだん,うん、その次の段階に進まない限りは、これをいつまでもね、やれるかどうかわかりませんよっていうところでちょっと揺さぶってみるっていうのも一つの手かなと思いますねうん。まあでもあれじゃないですか。改めて申し上げますけども、あの、人それぞれ自分のやる気に火がつく時期っていうのは、 今日じゃななないいいかかももししれんんでですすよ。3年後かもしれない5年後かもしれないでそれを待っていられますかってことがやっぱり師弟関係のうちの師匠には今の時代は求められてるんじゃないかなと思いますあの ね、昔の剣豪小説だったら師匠ってのはついてこれないものを置いていくみたいなスタイルだったんですけどもまあ今はねついてこれなくても待っておくってことはできますんであえてこちらから縁を切らなくてもどん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 ね新しい商品作ったらご案内していって新しい活動の提案があったらどんどんねそれを紹介していってみたいな感じでこれだったらやれるかなっていうのを見つけてあげるっていうところも必要なんじゃないかなと思うんですよ。 でそれに対して無償でサポートするのか、それとも一部は有料なんですよって形で有料の商品を提案するのか、これは市匠の方が決めていけばいいんじゃないかなと思いますよね。はい、そして疑問があると。なぜ動画を撮るのかずっと疑問だったのですが、なるほどね。これもわかります。あのね、動画を撮る人とか、何かトークのネタをやる人で、反応とか関係なくやりたい人っていうのは、ただ自分が思ってることを聞いてくれる相手がいないから、YouTube という 無言のカメラに向かって喋り続けるっていうのはこれあるんですよ。で、それ視聴数が1でも0でも気にしないんですよね。で、それはある意味すごく強いメンタルではありますけども、でもね、YouTuber として稼ぎたいんだったら、再生数が伸びないことを悔しいと思わないといけないし、一刻も早く10再生、100再生、1000再生っていうふうに伸ばしていかないといけないのに、再生数が伸びないことに慣れてしまったり、それがどうでもいいと思ったら、YouTube で稼ぐっていう目的は絶対いかないわけですよ。 だから、工夫をしていかないといけないし、プロジェクトをしないといけないし、コラボもしていかないといけないし、それこそアクセスを伸ばすために、やることが大前提になるんですよね。でも、これに意識がないってことは、もうね、YouTube で稼ごうとかなんとかじゃなくって、とにかく自分がカメラに向かって自分の思っていることを話す。で、聞いてもらえる人がいないから、余計 YouTube でやりたいみたいになってくるんですよ。そうすると、そういうニーズを満たしてあげてもいいのかなと思うんですよ。ただし、私ですら再生するか分かりませんよ。 っていうふうなね、形で、サムネイルとタイトルで興味いかなかったら、さすがに私ももう見ないわっていうのね。うん、それはあるんじゃないですか。別に視聴する契約をしてるわけではないですからね。私もあの弟子のを作った動画の全部見てるわけじゃないんで、それに対して別にクレームも来ないですし、動画を作った方が、どちらかというと、師匠が振り向いてくれるようなレベルの動画を作りたいっていう風な思いでもなければ、私があえて見ることはないですよね。うん、やっぱりね、興味のあるそのコンテンツに関しては、私の方から探して見に行きますから。でも URL を送ってこられたけどもこれはさすがに見るのはもういいかなと思ったら送られてきてもクリックしなかったりしますからねそれはもうあの渡された私の目の前にある URL をクリックするかどうかは私の自由になりますんで私も興味持たないってことは多分赤の谷はもっと興味持たないと思うんでそこは自分の課題として捉えていくのかこれでいいやと思うのかそれはもう選んでもらったらいいんじゃないかなと思いますただしどうしても稼ぎたいっていうミッションがもう熱くあるんだったら こんなんじゃ稼げるわけないじゃないか、みたいな、ちょっとしたスパルタコースにね、入っていくってことになりますけどね。まあ、そのスパルタコースの最たるものがね、私の1泊2日50万というね、合宿にはなるんですけどもね。マンツーマン合宿で朝までやるみたいなあの。結構ね、内容が濃くて面白いと思いますけどね。はい、うん、で、人に聞いてもらえないなら、迷惑にならないなら、 あのあ聞いてもらえなくても迷惑にならないような話しかけ続けてもいいよねという境地まで達してしまってる。うんで、誰かに価値を届ける気はおそらくないんでしょうね。どちらかというと、この自分の考え方が受け入れられない社会に対して切り込んでいるっていうふうな、ある意味こう正義感みたいなのに溢れてるのかなと義務感みたいなね。だからちょっとここにはビジネスで稼ごう。 そのためにお客さんに寄り添おうとかね、自分以外の意見を代弁してやろうっていうところがないんだろうなと思いますね。こうなると、あの、u b i の原則から全く外れて、III の原則なんで、これは人が寄りつかなくなっちゃいますよね。相当好意的に見ても、この人の話は苦痛だよって、早く終わらないかなみたいになっちゃうわけですよね。あのー、なんかその、会社の飲み会の最後に、じゃあ一言言いたいんだけど聞いてくれるって言って、延々と話す人がいるとかね。そんな感じですよね。 で、終わるのかなと思ったら、あ、それでこれもう一点とか言ってからね、もう一点って言ってからが何点も何点も出てくるというね。いや、もう一点ってもう3回目だよ、みたいなね、話の長い人がいますけども、こういう人は、あの、なんか人が興味を持って聞いてもらえるようなね、そんな話し方も全然できてないし、話すことによる自分の肯定感と高骨感が出てくるだけなんで、社会的には有害かもしれないですよね。話の長い校長先生と思うしかないです。 こういう人にマイクを持たせると本当にみんな迷惑するっていうところがありますんで、あの、どちらかというと、あの、トークが迷惑な人の例みたいな感じでシリーズを作っていってね。で、それについて、あの、どう思うみたいな形でアプローチしていくみたいな方法もあるかなと思います。で、アドバイスをしてみましたが、だいたい否定から入る。その通りですよね、うん。だから自己肯定感が強いわけなんですよ。で、そういう場合は否定から入るんで、じゃあ、あなたはどう思ってるんですかってことを聞いて、 話されたと、それはすごいじゃないですかと。言ってることはその通りなんだけども、ただ伝え方を工夫しないと、多分入り口で大事な話を聞く前に、もういいよってなっちゃうんで、これは動画の再生数も伸びないし、そのためにはタイトルも考えないといけないし、サムネイルってこともあるし、あといろんな人にね、あえて見てもらう。そういう場を設けるために、ズームで対談をして、それに対して多くの人からあの感想をもらったらどうですかとか。で、その対談にね、すでにも 来来場者ががリアルタイムででないっっててこここととはこれが世間の声ですよってことをね分かってもらうってところも伝えていくっていうふうな形があるかと思いますで本人が変わろうとする意思がほとんど感じられないということなんですけどもあの変わらない自由もあるんですよ、ね、で変わらないこともエネルギーがかかりますからねで変わりたいと思うんだけどもそのための変わるエネルギーが自分の力量を超えていたら変わらないって選択をやっぱりね選んじゃうんですよね でもある時、このままじゃやばいと。自分と同時期に始めた人、もしくは後から始めた人がどんどん自分を追い抜いていってしまう。自分より不利だったはずの人が自分よりも高みに立ったと思ったら、どっかで焦る気持ちが出てくるかもしれませんし、もしくは誰も成長しなければ、自分が戦闘機ってやっていかないとな、というふうに奮い立つ場合もありますので、そこはね、信じて許して待つっていう、このね、愛情三原則で突破していけるんじゃないかなと思います。うん確かに、あの、トークをね、いくつか見てみても、 あの、随分勘違いをしてる、思い違いをしてる一人柄のところってあるわけなんですよね。これだったらあの、視聴者数がただでさえね、これから開拓しないといけないときに、まあ聞いてもらえる人はいないですよ。例えば、再生数が10万回とか100万回ある人ってのは、はっきり言って自分用がり一人柄のことを言っても、その一定の確率でそれを支持する人って出てくるんでやっていけるんですよ。再生数は減るでしょうけどね。でも再生数が、 減るっていうほど最初からない人とか、チャンネル登録が最初から低い人って、とりあえずは聞いてもらう人の考えに同調して忖度するところから始めなければ、それはファンは増えないし、ファンが増えなければ自分の言いたいことを、本当に言いたいことはこれなんですよっていうふうに話すチャンスもないんで、もうずっとそのままになっちゃいますよね。うん。で、えー、結論なんですけども、稼ぐ気は本気でなくて、隙間時間に YouTube をやりたいという。だからこれもね、その人の楽しみ方の一つなんですよ。 で私は、あの、今ね、民謡の世界にいますけども、民謡って言ってもね、みんながみんな一流の芸人になって、あの、ヒノキ舞台に立ちたいと思ってるわけじゃなくて、時間があるからちょっとした手習いにやりたいと。だからそんな厳しいのはちょっと嫌なんですよ、とか。舞台に立ちたいとか別に思ってないですよ。ただ、たまに練習が来て、お茶会ができて、お楽しみ会ができればいいんですよ、っていう人もいるし、そういう人が大半なんですよ。8割9割。で、そういう人によって、会が支えられてる、財政的にね。えー、で、あとは、 なんかコンサートをやるときでも舞台をやるときでも客席には必ず来てくれるって人もその中に生まれるんですよ。というのがあのおめかしをして和服を着て、えー、その舞台にね応援者として楽屋の方に挨拶来てこれお花ですとかやるのが好きな人がいるんですよ。で脚光を浴びたい人もいるんですよね。ファンとして支えたい人自分は辛いのはちょっとやだし競争とかは嫌だし舞台に立って緊張するのも嫌だしでもその同じ組織にいて自分と同じ 訓練生、ね、弟子があの舞台に立ってるのは素敵、あの人私のね、同じところのね、生徒なんですよっていうことによって自分があたかもね、ステージに立ってるかのような、その錯覚を覚えるのが好きっていう人もいるんで、そういう人のための場所でもあるんですよ。例えば速下塾でも同じなんですけども、所属はしててほとんど無活動だけども、でも速下塾が好きっていう方もいるんですよ。基本的には速下塾って稼ぐ塾なんで、稼いでもらわないと私の塾の信用も落ちるし、はっきり言って、 稼いでもらわないと、こちらとしても、あの、次に移ってがなくなってくるんですよね。でも、でもね、やっぱり広く考えてみると、稼ぐ人を、そっか塾の中で稼ぐ人を見るので、自分のアイデンティティが保っててる人もいるんで、そういう人もいてもいいですよ。ただ動画を再生するだけ、見るだけ。そっか塾に参加をしたけれども、別に何もやらないっていう人がいても全然いいし、そういう人が財政的に、人数的に支えてくれてる面も否定できないんですよね。組織である以上は、そういうふうにリーダーシップを取って、 タレントみたいに顔になっていく人とあとはね裏方で頭を使ったそのコミュニティ運営にこう能力を発揮する人とあと何もせずにただ数の原理をプラスアルファしてくれる人とかねいろんな役割があるというふうに私の方では考えているかなってことですよねもちろん最終的に何かをやりたいっていうふうな気持ちになったらそれに応える準備はいつでもありますんであなたはサポート期間が切れたでしょあなたは今まで何もやらなかったでしょそんなことは全然思えないですから。 気持ちが変わった瞬間からが速化塾の入塾,入塾の本格指導ですからね。それでいいかなと思ってるんですよ。だから頭金3万円で様子見でしばらくしてあのやる気になったから残り払いますでも全然 OK ですよっていう話をしてるんですよね。うん。はい。で、いろいろと教えてくださいとのことなので、できる限り。あ、そうですね。これはだから、あの、いろいろと教えてくださいっていう中に、あの、何を知りたいですか例えばこれですかみたいな、おそらく A さんが知りたいことの私の考えた10ヶ条みたいなのを作ってどうやったら素敵なサムネイルが作れるでしょうかどうやったらあ人目を引くタイトルがあで,できるでしょうかどうやったらネタが拾えるようになるでしょうかどうやったら私の動画を見た人が泣いたり笑ったり怒ったりしてくれるつまり感情を動かせるような動画を作れるでしょうかとかねどうやったらこの動画を最後まで見てああよかった次もお願いしますっていうような気持ちにしていただけるかになっていただけるかとかどうやったらチャンネル登録を 積極的ににししてくれるるようう人の気持ちを誘導できるできょうか,とか、ね、どうやったら再生数が伸びるでしょうかこういったところを過剰書きにして多分 A さんがあの学びたいと思ったのはこれらのことじゃないですかって言ってああこれですよこれは違うかなみたいな感じで選ばしてあげてもいいんじゃないかなと思いますよねだから何でも覚えたいです何でもやってみたいですっていう人は具体的にこれがしたいってものがないケースが多いんで じゃあ何でも聞いてくださいっていうふうに師匠の側が言っちゃうと何でも何でもで何もなくなっちゃうんですよ。だから具体的にこれですかっていうふうに多分私が思いつくのはこの3つに絞られてると思いますけどもこの3つのうちだったらどれが一番興味ありますって聞き方をするとかね。うん、で、10個でもいいです10個のうちどれが興味ありますとか、うん、そういうふうな聞き方をするとかあのジャンルにしてもね健康のことについてあの話していきたいですかとか仕事のことを 自分の経験を伝えていきたいですかとかお金に関してのお考えをいろいろと広めていきたいですかとかねそういうふうに具体的に何に対して今回はとりあえず差し当たってはやっていきたいかってことを聞いてこれは全然途中からねネタがつきたから変更でも全然いいしこのネタをもっと深掘りするためにどういうふうに考えていけばいいですかっていうふうにさらに一歩進んでもらってもいいしって感じだと思いますで、えー、とコンサルを提案するのもいいんじゃないですかねうん まあ、あの、コンサルね、うーん、いいんじゃないですか、この金額。だから、どんな内容をやるのかってことを打ち合わせて、その金、それだったら期間がいくらぐらいで、えー、いくらですよってお伝えした方がよくって、その、コンサルに関しては期限が絶対設けないと、ダメですよね。あの、30年先まででも全然コンサルいつでも受け付けますよって言ったら、30年先までやらない恐れがありますんで、 結局それはお金もらって終わりの関係になっちゃうんでまあなかなか純実なるものが残るかなと思うんですよ、まあ、ですんであのコンサルっていうのはあの終着益を設けることですよね達成を終着益にするのか達成しなくてもここまでできるのかそれは師匠の方から提案しなくてはいけませんけどもね、うん、であとは金額的にもあのもう本当に振り切るつもりだったら一発でこれねまずは支払ってくださいと内容とかあとで決めますからっていうぐらいの覚悟があるかどうかですよね であと信頼関係が結べたかかかどうかってところもありますだから結局金なんですか高いものなんですかっていうふうに考えられているようだったらあの A さんの方でねそれはまだ信頼関係できてないてこところなんでもっともっと温めないといけないかなっていうところはありますけどねその間合いを測っていくことも非常にこのコンサルを持ちかける時には重要になってきますでリスクを負わないと買われないしリレー動画を続けるならコンサル契約してくださいできれば痛くないことですからリレー動画は申し訳ないですけど リレー動画ね、まあ。リレー動画はそもそも返信する義務はないんで、例えば何かの,あのサポート契約をする中で、その,あのリレー動画をやるっていう契約をしてるんだったらね、それは高えることはできませんけども、リレー動画ってのは別になんか契約のもとやってるわけではないと思うんですよね。返信する価値がないと思ったら返信しなくてもいいですし、私とその、ね、私と、ね、動画のやりとりしてる人もそうですよ。返信の義務はないですよ。うん 返信の義務はないけれども、何かしか返信することによって、うん、得られるメリットとか、それからその他のの、ね、思いとかがあるんで、続けてると思いますからで、続けるペースも別に毎日じゃなくても、別に1週間ごとでもいいですね、1週間後に送られてきたとか、10日後に送られてきたとか、納品の期限は別にありませんから、リレー動画に。ただ、次の動画を早く見たいと思ったら、早く返信すればいいだけなんで。 それにしても相手がねその自分と同じペースで帰ってくるとは限りませんからそこはだからね今回ね、あのー、T さんね T さんがリレー動画をどうするかってことはそれはいつでも言えることかもしれませんしどちらかというと A さんがねリレー動画を全然返信くれない人も相手にしてたでしょうから、うん、それはどっちでもいいかなってことあんまり効果はないと思いますよね。 今月でやめようかと思うんですけど、リレー動画ちょっと今月までにしませんかって言っても、あ、別にいいっすよ、みたいな感じ。それでもね、あの、自分のペースでずっとやっていくと思いますそこは。うん、まあでもね、あの、リレー動画を続けていながら、相手の人に変化を起こせなかったっていうところは、これは、あの、T さん自身、ちょっと一つ課題になるんじゃないかなと思うんですよね。うん、とにかく、相手の人にもう、気持ちを揺さぶってね、 今までと違う概念を植え付けたりとか、今まで持っていた概念を肯定してあげて、えー、パーソナリティを保ってあげたりとか、様々打つ手はあると思うんですけども、もし対談相手が変わらないとしたら、それはね、半分は自分の変化を起こせなかった責任になってくるわけですよね。そこには導いていけなかった力量のなさっていうのを感じるところになると思います。だから、あの、ここにね、強い態度で臨もうかと思ってますってことなんですけども、これはある意味自分に白旗を挙げたってことでもあるってことは、 ここれをやる上では覚悟しなないいないことかなと思いいいとととけか思うんあそれ最後にねあの書いてますよね「コンテンツの資産を作るためと割り切って」とか書いてますけどもあのね私があの T さんの立場だったら「こいつの気持ちを変えるまで俺は徹底的にやってやるぜ」みたいな感じですよね。それは自分に対してもものすごくあの経験値を上げる上で非常に無駄なことにはならないからなんですよ。 どちらかというと、エネルギッシュで、変身するのがまあ当たり前だろうなって思う人とやり取りするのは楽なんですよ。でも、もしかしたらこの人は、このまま変わらないんじゃないかなっていう人をどう変えていくかですよね。で、私にもね、同じような、あのー、コンサルをしている人がいるんですよ。もう一年以上になるんですけども、まあ変わんないです。変わんないけど、でもそれは変えてやれない、俺のせいでもあるんですよね。ってことは自分への挑戦ですよ。 もうこの人と関わっても変わらないし自分もいろんな時間があるからそこでもう白旗上げて「はいさよなら」もういいでしょうで断れることを前提に高額なコンサルを吹っかけてその人に選択を迫るのの一つの手でしょうでもやっぱり自分が情報発信者としてね人の気持ちを変えていく活動を放送によって発信によってしてるとしたら多分その人が変わらないのは俺のせいでもあるな っていう風なところですよねこの人は変わらないからしょうがないっていう風に他人事にするんじゃなくていやどんな些細なことでも俺の人生にかかった以上は俺の責任でやってやるぜみたいなそのぐらい腹をくくった精神がなければ、まあ、言ってみればね言ってみればですよ A さんごときで手こずってるんだったらこの先ね1億なんて稼げないですよこんなもっともっと厄介な人はいくらでも出てきてそういう人からでもあお金払いたいですよっていう風にいや本当払ってよかったですよっていう風な。 もう想像もしないような変化を起こさせることが変化ですからね。もう想像できる範囲の変化は変化じゃないですよ、これは。これどっかで言いましたっけね。<laughs> はい。えー、ということでございます。えー、リレー相手は成長する気がないけれども、僕自身が価値を提供し続けるというスタイル。うん、成長する気がないけれども、成長する気にさせるのは誰ですか師匠の役目です。ということなんですよね、これはね。もしくは誰か別の方を紹介するって形でもいいと思いますよ。そうすると、自分自身よりも、 こっちの方の人がいいんじゃないかなっていうふうに渡り歩いていくわけなんですよ。そうなると、その人とおつなぎしたという、あの、何 ?T さんの責任と義務、それから成長っていうのは全部満たせるわけなんですよね。だから自分で、これはちょっと自分の理系を超えたなと。これだったら、この人だったらなんとかなるんじゃないかなっていう,うおつなぎして、その人との関係に、えー、ブリッジする、橋渡しをしてあげれば、すごく重要な役割をすることになると思いますし、えー、そういうふうなね、 ある意味、自分の手を離れて次の段階に行くっていうところでもあると思うんですよ。必ずしも自分一人で全部やんなければ、じゃあ自分の責任が果たせないかと、そんなことなくてあの、見込みのありそうな人、もしくは新しく興味を持ちそうな人につなげてあげるっていうのもね、一つの手ですよね。で、A さん的にはリスクをかけたくないはずなので、払わないかもしれませんが、これは誰でも思えることですけども、ここなんですよ、セールスの大事なことは。あの、ビタ一も人は払いたくないんですよ。 でもそれをね、喜んで払いたいですっていうふうに思わせるようなことを、じゃあ、T さんがやってたんですかってことがここで問われるわけなんですよ。ね、例えば50万の私一泊二日の合宿ってありますけども、これはね、こちらからお勧めすることほとんどないんですよ。でも向こうから、あの50万の合宿って今でも申し込みますかっていうふうに聞かせるようにコミュニケーションを取ってるわけなんですよね。ある時は、あの、ダイレクトに言いますよ。いや、あなたは合宿行った方がいいですよ、と。ワンツーワンで。あなたの家に泊まり込みますかと それともホテルを借りてそこで缶詰でやりますから。どうしますって聞くことがあります。そうするとね、まあほとんどの場合で、いや、その話を久保さんから言ってくれるなんて嬉しいですよ。50万すぐにはできないけども、とりあえず頭金で10万。それでいかがでしょうか。当日までに残りの40万なんとかしていきます。とか、40万が何ともならなかったら、借用書か分割計画を持っていきますので、それでいいでしょうかって形で、50万がすぐにない方でも、 一刻も早く私との会う機会を設けていただいてねそれこそこの話をしたその月のうちには合宿をやるわけですよでやっぱり頭金の10万はすぐに送金されてきますし残りの40万に関してはやっぱりね5万とか3万って細切れでどんどん送ってくるみたいな感じでまあ3ヶ月ぐらい経ったら全部払ってるような感じですよねでそのお金を払いたくない人が払いたいというふうに気持ちを変化させるのは誰なんですかって言ったらお金を受け取る人の責任ですからこれね お金を受け取る人が払いたくなるように演出をかましていったりとか自分の信頼回復を構築したりとかコンテンツをさらに濃くしていったりとか、まあ、時にはねもっと高いレベルのサービスを提供している人のことを紹介するんですよねただから1泊2日で50万に対してブレーキを感じている人にいやいや2泊3日で140万がありますよみたいなそっちのコース行ってる人は50万なんで3回受けてますよみたいな感じで紹介していくみたいな感じですよねでそれもやっぱり あの、場合によってはその人のコンテンツを提供して、ただでこれあげますからと。合宿の内容が24時間入ってますよ、みたいな。実際24時間じゃないですけどもね。もうちょっと短いんですけど20、18、19時間ぐらいですけども。それをお送りしてね、あの、考えてもらうみたいなことをしますね。どう気持ちを変えていくか。ね。A さんに対して今までのスタイルでもし変わらないとしたら、じゃあ別のアプローチを自分はできるだろうか。どのぐらいのその人に対して。 変化が遅い人変化をしない人に対してのアプローチを何百通り持ってるだろうかっていうことが自分の力量だと思いますねそこにはある一定の経験値も必要だし自分はこの人の人生を変えなければ俺のこれからの先の人生も変わらないよっていうような一心同体感も大事ですよとにかく自分があの何,何かの塾を運営して例えばビジネスの塾を運営してどうやったら自分が変わったかと言えると変わらない人を変えた時にあ俺は人を変えれたまさに自分が変わったっていうことなんですよ 変えれない人は変わらないよって言ってる限りは自分自身も変わらないわけですからね、えー。はい。払えないようなそこまでの思いだったのかなと考えてます。そう、その通り。だから、払えないっていうそこまでの思いを変えれなかった人は誰なんだってことがここで突きつけられるわけですよね。<laughs> うん。リレー動画を続けるのに覚悟がないから中途半端に習慣でやってるから変わらない。だからこれも、覚悟をどう持たせるかって ってことになってくるわけですよこれはあの覚悟ないから中途半端に習慣でやってるか変わらないとまで見抜いてるんだったらじゃあここに覚悟を持たせるためにはどんな働きかけをすればいいのかってことになってくるわけですよね、うん、ならばリレー動画するけどにリスクを負ってもらえば相川さん自身ないか,かかるのではないかと考えて次第ですはいだいぶごちゃごちゃになってきましたはいお伝えいただきましてありがとうございます、まあ、私の、ね、心からの を考え、考えは伝わったんじゃないかなと思います。えー、これはだからね、人を変えることが自分を変えることなんですよね。変わらない人を変えられないんだったら自分は何にも変わってないってことなんですよ。え、あの人でも、そっか、塾入ったらこうなったんですかいや、久保さんも相当やりましたね。実績作りましたね。もう数年前から段違いですね。以前だったら、この人はダメだって諦めてたんじゃないですか。そもそも久保さんは、自分の会社の社員とか、 お店の従業員を変えられなかったから店が潰れたんでしょその通りなんですよ。あの頃はなんでこいつらはついてこねえのかななんで金を払ってるのに給料を払ってるのに自分のことを鍛えられないのかなっていうふうに思ってましたけどもそれは完全なら責任転換だったんですよ。私がもっともっと皆さんからね、従業員の皆さんから求められるような姿、憧れるような姿、楽しい姿になっていたら久保さんから絶対離れないぞと久保さんに嫌われたら もう自分の生きる世界がないから、もうね、久保さんが喜ぶようなことを自分で想像してやっていこうぜ、みたいな。久保さんが店に来たら、うわ、クリスマスの飾り付け素敵だねって絶対言わせるぞ、みたいなね。そんなスタッフ作りを、じゃあ、店のみんながしたかっていうと、多分してないんですよ。それはなぜかっていうと、私に対して言ってみれば、もう舐められてたわけなんですよ。大したやつじゃねえよ、あんなやつ、みたいなね。うん、う俺たちをこんな待遇で働かせやがってみる、みたいな。 ああ、こんな中小企業、零細企業を勤めて、まあ、そのうち辞めるけどな、みたいに思われてたからそうだったんだと思うんですよ。まあ、つまり、これを塾運営になぞらえると、いや、工学塾なんていくらでもあるからさ、なんか、結局俺が頑張ったら、この師匠の実績になるんだら面白くねえ。で、結局高い商品売りつけてくるんだら、くだらねえとか、なっていたらそれは変わってくんないですよ。まあ、でも、いや、自分が活動して実績を作ることによって、自分の在籍していた、そっか塾の格が上がる。 さらに久保さんが次のステップに上がることによって、もう自分も鼻が高いし、そんな速果塾にいてよかったと思える。そして久保さんが新しい商品を出したんだったら、俺は買うぜと。買って、あの、これだけの売り上げを作りましたって、久保さんの実績にも貢献するし、実際に買った商品で自分も実績を上げて売り上げを作って、久保さん商品買ってよかったです。商品代金は100万だったけども、もう1000万売り上げましたよって。ただみたいな商品じゃないですか、みたいに言ってやるぜっていうふうに思わせるような、 弟子を作っていいいきたいなと思いますしそのために毎日のライブ放送ワントゥワン動画どこまで作業が増えてもへこたれない精神、それこそこの深夜1時に起きてね <laughs> 2時に起きて家族が起きる7時ぐらいまでに全ての作業を終わらせてしかもその間に映画の1本2本見るみたいなね <laughs> でちゃんとねフィギュアでも遊ぶみたいな <laughs> 独身時間をちゃんと過ごしておりますっていう感じでございます。 はいえー、以上ですかねはい私もちょっとごちゃごちゃと申し上げたところがあると思いますけども多分大事なことは受け取りきれているんではなかろうかと思いますそれではまたメッセージくださいお疲れ様です